バルダン中央研究所株式会社バルダンは、愛知県一宮市上水寺に本社を置く、コンピュータ多頭式刺繍機を製造する企業である。同じ愛知県に本社を置く、田島グループと並ぶ、自動刺繍ミシンの業界大手で、一時は2社で、世界シェアの85%を占めていたほど、その後中国、韓国製の低価格機に押され世界シェアは低下している、ものの、 以前高級機の世界では、田島と並ぶトップブランドの地位を占めている。ちなみに、社名のバルダンは、女優のシルビー・バルタンとファッションデザイナーのピエール・カルダンの名前を合成したもの。後に、マレー語で、新しき変革を意味する言葉でもあることがわかり、東南アジアでは、縁起がいいとして喜ばれたという。元々は1957年に創業者、柴田義雄が、 婦人服の製造を目的として設立した軽芝木製服が前進。業務拡大に伴い同社は後にエレーナ産業と社名を変え、婦人用下着の製造に乗り出す。その際に他社製品との差別化のために商品に刺繍を入れようということになり、1961年にアメリカグロス社の自動刺繍ミシンの導入を決定するが、いざ輸入してみると、 本来 20cm 四方の刺繍ができるミシンが必要だったのに対し、運ばれてきたミシンは 15cm 四方の刺繍しかできないものだった。さらに要求を満たすミシンを再び輸入するには半年もかかることや、輸入後のメンテナンス体制がないに等しいことも判明したため、同社では自社でコピー品を開発することを決定した。 結局コピー品の開発には2年半の歳月を費やしたが、この頃法制業の景気が悪化しつつあったため、同社では自動刺繍ミシンの製造、販売を主力とする方向に転換。1965年にエレーナ産業の関連会社としてエレナ工業株式会社を設立した。1969年には販売部門を バルダン刺繍機販売株式会社として分離したが、同社は1973年に社名を現在の株式会社バルダンと解消する。1972年には3本の異なる色の糸が通った針を自動的に切り替える自動色回装置付き刺繍ミシンを発売したほか、1977年には世界初のコンピュータ制御による多頭式刺繍ミシンを発売。これが 爆発的なヒット商品となり、以後3年間で売上が約3倍に急進、一気に世界的な自動ミシ新メーカーに成長した。1984年にはエレナ工業とバルダンが合併し生範を一体化。以後アメリカを皮切りに、中国、香港、フランス、シンガポール、カナダ、インドネシア、イギリス、ブラジルに拠点を置き、現在も 自動刺繍ミシンのトップメーカーの地位を維持している。ありがとうございます。